江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら台風の話題なんですけれども、韓国で一夜明けて台風14号の被害が判明しました。なんと200年に一度の大雨だった。うわ、はい、ということでね、結構被害がね、日が昇っていろんな状況を分かってきたんですけども、それでは見ていきましょう。くーちゃんお願いします。台風プラ3が消滅段階で南部地域を通過し、これらの地域に激しい豪雨が降り被害が相次いだ。21日午後、全国すべての地域で豪雨特報が解除され、行政安全部が稼働していた中央災害安全対策本部も解除された。しかし全国を襲った歴代級の豪雨により、7つの市道で1500人以上が避難するなど被害が続出した。22日気象庁によると、19日午後から最終島と南海岸を皮切りに、21日まで全国的に非常に強く多量の雨が降った。特に南海岸と西海岸では時間あたり100ミリメートル前後、南部地方と叩き予見を中心に1時間あたり50から80ミリメートルの非常に強い雨が降った。慶直県の海岸と最終島の山地では最大500ミリメートル以上の非常に多い累積降水量を記録し、局地を示した地域が多かった。この雨により慶尚南道明原では1日降水量と1時間に降った雨の量の両方で新記録が樹立された。21日1日で 397.7mm の雨が降り、これは2009年7月の 268.0mm という既存の記録を大きく超える量である。また1時間で 104.9mm の雨が降り、2009年7月の記録 102.0mm を破った。これは200年に一度発生する確率である。21日午前、豪雨警報が発令された釜山南区のある道路では、集中豪雨により木が道路に倒れた。南海岸を襲った今回の秋の豪雨は、第14号台風プラ3の残骸が南海岸地方を通過しながら発生したものである。台風プラ3は、四国西海岸に上陸し、熱帯低気圧に弱まったが、台風ではなくとも、強風と大量の雨を伴いながら、進路を変え、朝鮮半島に向かってきた。21日午前9時時点で、プラ3が消滅する段階の熱帯低気圧の中心でも、最大風速時速 68km の強風が吹いていた。また、台風が消滅段階に入ると、保持していた水蒸気を一気に放出し、台風として存在していた時よりも、降水量が多くなる場合がある。これに加え、北方の四国、満州地方で強く発達した高気圧が相対的に温暖多湿な熱帯低気圧の勢力と渓谷で衝突し、降水量と風の強さがさらに増した。実際、初夏の強い梅雨前線が発達する原理と似た状況が南海岸に発生したのだ。今回の雨による人的被害はなかったが、全国各地で大小の施設被害が相次いだ。気象悪化により55の航路で77隻の旅客船が運航停止となった。航空機16便も欠航した。22カ所の国立公園の641区間、地下車道39カ所、河川敷3061カ所、道路38カ所の通行も制限された。道路浸水107件、土砂流出21件、住宅浸水170件の施設被害も相次いだ。また、約4116ヘクタールに達する農作物が浸水被害を受けた。全北地域では、2日間に多いところで230ミリメートルを超える強い雨が降り、被害の報告が次第に増えている。全羅北道の資料によると、今日21日午後5時時点での農作物の被害は、サッカー場約2230個分に当たる約1600ヘクタールに達している。特に今年の夏、すでに2回浸水被害を受けた増山の持代村一帯が再び水に浸かった。持代村のある農民は今年だけで3回も水害に見舞われた。どうやって生活すればいいのか途方に暮れていると語った。22日には荏原峰東地域で強い雨が降る可能性があり、注意が必要である。気象庁は荏原東海岸で22日までに最大60ミリメートルの雨が降ると予報している。また、叩き予見でも5から30ミリメートルの雨が降る可能性がある。
最終では地理的な影響により23日まで雨が続く見込みで、降水量は10から60ミリメートルと予報されている。はい、ということでね、それではですね、こちらに対して韓国の反応を見ていきましょう。はい、それではですね、一人目こちら、ポン。イミョンバクの4大河事業は未来を予測した、誰も成し遂げられない業績だった。マッチャラテと反対していた環境団体と左派たち、今までを見れば保守は国を発展させ、左派は国の発展を妨げることしかしてこなかった。404-12。イミョンバク大統領の4大河事業があったおかげで、人命被害なしに何とか持ちこたえたのだ。左派が堤防を解体していたら、被害はもっと大きくなっていただろう。治水は基本であり、十分な農業用水の確保による農産物生産と物価安定の4大河。最後まで4大河の支流整備事業を妨害した無能な左派を全て掃除しよう。337-12。政治的ですね。ああ、大変だ。豪雨が来たのも大統領のせいだというだろうし、シンクホールが発生したのも大統領のせいだというだろう。被災者が出たのも大統領が悪いせいで起きたと言って野党が文句を言うだろう。国政や民政には関心がなく、ただ弾劾や国家発展の足を引っ張ることに血眼になっている野蛮人たちが喜びそうだ。196-9。脱原発をして4大河の堤防を掘り起こし、洪水を誘発し、山全体に地位国製の太陽光パネルを敷き詰めて土砂崩れを引き起こした。公開できない機密が込められた USB を私敵である豚に渡した裏切り者ムンジェインを処刑せよ。148-1。ムンジェイン、チョグ、こんな奴らの方が豪雨よりももっと気をつけなければならない奴らだ。93-12。全羅南道は4大河川事業をしなかったから農地が水に浸かったんですね。自然災害は怖いです。33-2。200年に一度降るか降らないかの豪雨が降ったのに、一人の人命被害もなかったということは、それだけ治水に全力を尽くしているということではないか。それなのに無分別な環境論者たちは、環境がどうのこうのと言いながら今でも4大河の支流事業に反対して騒いでいる。しかし幸いなことに、今回の政府はダム建設と河川の支流事業を着実に進めているので、まだ安心だ。地産地水と原子力事業は国家の100年の大計のためにも必ずやらなければならない。21。豪雨がヨイドの国会議員たちの本拠地を直撃すれば、奴らが流されていくのに惜しい。13-0。また物価が上がりそうだ。農民たちは秋の収穫の準備をしていたのに。20。気象庁の今年の予報は 90% ほど当たったようだ。10。台風の進路が四国方面から南海岸経由で日本に向かうとは全く予想できなかった。奇妙な台風だな。10。雨が終われば寒くなるから秋物の服を買おう。10。のんきだな。はい、それではですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。台風と言いながら、すんでに温帯低気圧だったわけだが。まあそう、ポンはそうなんだけどさ。200年前のデータなんて持ってないだろう、わら。200年分の記録がないんだから、適当な年数を言うなよ。温帯低気圧にやられる、惨めなインフラ、わら。ああ、でも、1時間に100ミリ以上だからね。結構すごいぜ。200年に一度、お前ら建国から100年も経ってねえだろ。お前らよりもズタボロになった上海ディズニーの方が心配やわ。天災は天罰だからしょうがないね、渓谷さん。確率計算できるのか？来年も来たらなんて言うんだろうね、わら。確率の話かようからまた大きな数字言うたな。200年って、エミ。1時間100ミリはすごいよね。四国を滅ぼしますようになんて言うから罰が当たったんだよ。因果応報とはこのことだ、わら。4116ヘクタールの農作物が農作物になりました。領土狭いから一つ被害があると全体的に影響するからな。ゴンヒ、やりすぎちゃった。てーペロ。サハウン軍は自分でやれ。そんなだから台風にも嫌われるんだわ。こういう時に誰にも助けてもらえないと本当恥ずかしいよ。どれだけ嫌われてるかわかる。これからの食料どうするの？安が続くと食料輸入も難しいのでは？台風来たるつってんだから収穫作業を早めればいいのに。 W 予報信じられない。2だと無視したからじゃね、わら。結構ね、軽く見てたらしい。今日もう一個台風の話であるんですけど、そこで農家さんのですね、嘆き、これをですねご紹介しようかなと思っておりますんで、もしよろしければそちらもご覧いただければと思います。
それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。